そこにいるいたずらメガネさんにお題を振ります。はい、で三代トレーナーにやってもらうのは左腕だけアームカールを200回、1週間続けてもらいます。多分左だけなんでサイズとかの変化もね見てくれるんじゃないかなっていう風に期待してますので、また次の動画も楽しみにしてください。腕立て伏せの方も1日1000回俺はできますよとか私はできますよっていう方いたらね、また教えてください。では、またお会いしましょう。はい、パーソナルトレーニングジム B ボディトレーナーの三代です。よろしくお願いします。はい、先ほど小林トレーナーの動画を見させていただいて、回ってきたお題というのが、アームカール左腕だけですねを、毎日200回1週間やり続けてくださいということで、ちょっとね私普段あんまり腕のトレーニングしてないのでどのぐらいの重さ扱えるかもちょっと今わからないですし、まあ、これを機会にですねちょっと多分ですけどちょっと右と左で太さとか、まあ、あとパワーとかも違うと思うので、これを機にですねちょっとパワーを合わせられたらいいなと思っております。ぜひ楽しみにご覧ください。はい、どうも。では1日目ですね、アームカール200回やっていきたいと思います。イエーイ。ではちょっとカメラをセットしていきましょうかね。
日目です。今日は田町ではなく新宿店の B ボディの方でやっていきたいと思います。若干ですね、痛みが残ってるんですけど、まあ最初はちょっと頑張って今までと同じ重さでやって、後半ちょっと疲れてきたら軽くするかもしれませんが、ちょっと様子見ながら怪我をしないように頑張っていきたいと思います。ではレッツチャレンジ。辛くなってきますかね。3セット目ぐらいはまだ大事なんですけど、4セット目ぐらいから一気にガーンとちょっと上がりにくくなってくるのが、そうですね、3日目にして結構如実に現れているような感じですかね。はい、まあ、あと4日、明日で半分ですかね。はい、また頑張っていきますのでよろしくお願いします。じゃあまた。トレーニングやって、これから早速腕のトレーニング、腕先やっちゃうとちょっと背中できないかなと思いまして、これからちょっと腕のトレーニング第5回目いきたいと思います。よろしくお願いします。
今日のアームカーム200回も終了しました。だいぶ慣れてきましたね、はい、パンプアップもあんまりしなくなるんですね、不思議なもので。はい、じゃああと2日間頑張っていきたいと思います。またとうとう最終日やってまいりました。今日も200回やっていきたいと思います。アームカールを200回やってみたわけなんですが、結局ですね、編集ちょっとしてみたんですけども2日ほど、21セットやってしまった日があってですね、結局だ1420回1週間で行ったんですけども、やっぱりですね、20セットは多いですね、はい、もう何回やったか本当に忘れてしまって、正の字つけてたんですけども、やっぱやり終わった後、付け忘れたりしてしまったんですかね。はい。まあ、だって20セットって、まあ、編集に大体、編集して1分ちょっとにしてるんですけども、実際は45分ぐらいかかってるので、45分っていうと、結構1つの部位十分追い込めるぐらいの時間なので、そうですね、まあ結果、アームカールだけ、片腕だけやるのは、無駄が多すぎるという結果ですかね、はい、まあ、というのは冗談で、結局、まあ、毎日200回やると、私左腕がもともと37センチだったのが、39センチ2センチアップしてましたね。で、右腕は39センチもともとあったので、まあ、動画の最初、スタート時にも言ったんですけども、一応目的だった、同じぐらいの太さにするという、まあ、目標は達成できたかなという感じです。はい。まあでももう二度とやりたくないですね。片腕だけっていうのは。時間かかりすぎます。はい、ということです。今回のチャレンジは、まあ、
大成功ということで、はい、一旦締めさせていただきたいと思います。はい、で、続いてのチャレンジなんですけども、前々回でしたかね、小林トレーナーの前にあった伊藤大輔トレーナーが、結局ちょっとチャレンジ失敗してしまったので、多分本人もちょっとリベンジをしたいなと思ってると思うので、ちょっと伊藤大輔トレーナーに今度はまたチャレンジ振っていきたいと思います。で、お題はと言いますと、じゃじゃん、1時間にスクワットを何回できるかチャレンジ。はい、で今回私が、1週間を気長にちょっとトレーニングやったので、洗濯物できましたね、はい、やったの で、伊藤トレーナーには、まあ、1時間できるだけスクワットをやっていただいて、もうスピードつけてどんどんですね。で、ぜひですね、ギネスに認定されるぐらいの数をぜひこなしていただきたいなと思います。はい、どうですかね、1時間でスクワットっていうと大体3000回ぐらいいきますかね。あ、まあなので、そうですね、まあ、大輔トレーナー、まあ、一般人の人が多分3000回ぐらいいけると思うので、大輔トレーナーにはぜひ5000回やっていただきたいなと思いますので、ぜひ頑張ってください。はい、ということでこの動画これで終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。